どうも、ギズ太郎です。リズムハイブ、先日大きめのアップデートが来ましたね。シーズンの名前が変わったり、モードが追加されたりというところでいろいろ変わったところがあるので、その変わったところ紹介していければなと思います。まずはお知らせから見ていきましょう。はい、こちらですね。先週の木曜日、8月18日にアップデートがありました。で、内容としましては、まず一つ目がいつも通り新曲の追加というところで、今表示されている表に書いてある曲がそれぞれ追加されています。2番はその追加された曲に合わせてパフォーマンスカードが追加されたというものですね。ここまでは普段のアップデートと同じような感じになっています。で、3番が新規コンテンツ応援モードの追加というところで、いつもあの一番右にカミングスーンであった、あそこがついにオープンされたという感じですね。後で詳しく見たいと思います。4番はその応援モードのパフォーマンスカードの追加。そして5番が応援モードでのランキングも追加されましたというものです。で、6番は応援モードのクエストも追加されています。で、7番、コレクションブックの回収およびバフ効果の追加というところで、ここは後ほど詳しく見るんですけど、結構大きな変更になってるかなと思います。で、8は課金アイテムの追加ですね。で、9番は今後こういうイベントありますよというものになります。で、10番は改善事項というところで、ここの1はいいんですけど、2が結構変わったので、ここもさっきの7番と一緒に見ていきたいと思います。これですね、バフの追加のところですね。11番は不具合修正したもののお知らせになります。まずはバフの追加から見ていきたいと思います。例えばこのカード、ステータスが175という値になっています。楽曲選択画面で見ると192という値に今はなっているんですね。この差の17の部分が今回追加されたバフで増えた部分になります。バフというのはゲームでよく出てくるんですけど、ステータスアップみたいな、そういう感じのものですね。このバフ、どういう風に追加されるか、強化されるかと言いますと、持っているコンセプトフォトの数で決まります。このシュガさんのコンセプトフォト、今17個持っているので、プラス17、それぞれのカードのステータスがアップするようになっています。今回追加されたバフはメンバーごとのバフだけではなく、テーマごとのバフも存在していて、テーマごとの方だとそのテーマで演奏できる楽曲全体にバフがかかるというものになります。これだと 3% ですね。バフがかかる場合、メンバーの左上にマークが出ます。またテーマボーナスのバフが適用される場合は、さっきの画面の左下にその楽曲のアルバムのアイコンが出てると思うんですけど、そこの右上に黄色のマークが出ています。どんな風にリザルト画面が変わったのか見てみたいと思います。このようにテーマボーナスのバフ分のスコアが出てくるようになります。で、この2つの合計の値は最後の画面でのみ確認ができます。これですね、これがバフの分を含んだ最終的なスコアとなります。コンセプトフォトの種類によってはバフがかからないものもあるんですが、バフがかかるコンセプトフォトの場合、このテーマボーナスっていうのはメンバー1人につきだいたい 0.5% 増えるようです。例えばここは6人いるので 3%、 2人なので 1% で、7人揃っていて 3.5%、 1人しかいないので 0.5% バフがかかるというような形になっているようです。またコンセプトフォトだけでなく、プロフィールスキンもテーマボーナスバフがかかるものがあります。点数の計算方法も変わったので見ていきたいと思います。この2つそれぞれ右と左で同じカードを使う別の曲なんですけど、やってみるとノーツ1個ごとの点数が同じということがわかります。今までは楽曲ごとに、XR のレベル50で全員揃えた場合1400万点ぐらいがマックスのスコアだったのですが、今回から楽曲が違う場合でもノーツ1つあたりの点数が同じになったので、曲が長くてノーツが多いような曲、ノーツの数が多い曲の方がよりスコアが出るように変わりました。そのため、ドープだったり、セーブミーだったり、セーブミーそうでもないか、マイクドロップだったり、こういったところのノーツが多いスーパーハードのものはより点数を稼げるようになりました。逆にアウトロラブインスクールみたいな楽曲が短くてノーツの数も少ないというような曲は少しランキングでは不利になるような、そんなアップデートが入りました。
まあ、個人的には難しければ難しいほど点数が高くなるというのは、まあ、いいアップデートだったかなと思うのですが、皆さんはどうでしょうか。次に応援モード見ていきたいと思います。もう完全に新規の追加モードというところでチュートリアルも用意されているのですが、ちょっとチュートリアルからいきなり難しいイメージはあります。まあ、基本的にこの真ん中にいるなんかこう網ボムの擬人化みたいな人を見ながら、その人の指示に合わせて網ボムを振っていくというようなゲームになるようです。振り方としては今のここ左右に振っていたものが一つと、このくるくる回すやつ、これ長押しなんですけど、これが一つと、このジャンプするもの、これはスライドが必要になるんですけど、長押しからのスライドですね。でさらに追加でもう一つが、この真ん中の人にハートが飛んでくるので顔の近くに来たらタイミングよくタップするというものがあります。それからもう一つ、まあ、マナーが悪い人がいるので注意しましょうみたいなちょっと謎のやつなんですけど、こんな感じで写真撮ろうとしてる人がいたら注意するというようなアクションがあります。まあ、今出てきた5つを真ん中の人の指示に合わせてやっていくというようなモードになります。では実際にプレイしてみたいと思います。実際やってみると楽曲にあの応援の掛け声といいますか、あの辺が乗ってるので、まあ、新鮮な気持ちでちょっと面白いかなとは思います。ただまあ真ん中の人を見ててもなかなかタイミング難しかったりするので、ちょっとそこはもうちょっと変わるといいかなと思います。はい、終わるとこんな形でリザルト画面が出ます。まあ、演奏ゲームと似てますね。ただまあやってる途中にどんぐらいできてるかがちょっとわからないので、なかなか点数狙うのはちょっと難しいんですけど、こんな感じでポイントを貯めていくと、まあいろいろアイテムもらえたりもします。はい、ということで今回のアップデート内容をざっと見ていきました。大きかったのは新規モードの追加とスコアの計算方法の変更、あとバフの追加ですね、このあたりを重点的に見ていきました。バフが追加されたことによって、まあ、コンセプトフォト1つ手に入れるとどれぐらいスコア増えるのかなっていうところだったり、あとは応援モードのスコア振ったりジャンプしたりっていうところのスコアも、まあ、調べてはあるので、まあ、後ほど動画にできればなと思っています。この動画がアップデートの内容理解に役立てば嬉しいと思います。ではまた。